ただいまおかえり。弁当買ってきたよ。ありがとうございます。お腹減りました。いつもレナさんが買ってきてくれるコンビニ弁当です。私の料理です。基本平日はね、毎晩コンビニ弁当を買ってきてもらってそれを食べるっていう。夜は基本的に食べないから。そうだよ、レナご飯食べてないもんね、夜ご飯。そう、だからタカに弁当を買ってあげてみたいな。うまっ。仕事の調子はどうですか、社長。あ、今日めちゃめちゃいいニュースがあるよ。私たちまだテレビに出るよ。 CBC テレビ連絡があって、うん、10分ぐらいの紹介、ニュース番組の中で紹介してもらうってこと。そうそうそう、なんか夜午後の、すごいよ。そう、あれ全部ローカルのテレビだから。ローカルで言ってもあれだよ、愛知、岐阜、三重とか3県ぐらいの流れで。そう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 、しかも夕方のゴールデンタイムだよ。うん、東海テレビと、中京テレビが出たばかりで、次は CBC。 パカがまだ仕事終わってないの？今日ね、まだね、8時からチーム内ミーティングがある。最近なんかそんな7時半とか8時からのミーティングをやるのがよくわかんないけど。そう、今までさプロジェクト1個だったじゃん俺。ああ、でも最近さ2つ任されるようになったからさ。ああ、だからお客さんのミーティングはもちろん9時から6時の間にびっしり入るから。ああ、 そういうことだね。うん、その前かその後しかいられないってこと。だからこの後8時からまた1時間ぐらいミーティングがある。というわけでご飯食べて、この後レナはお風呂入って、俺はもうちょっと仕事してって感じかな。はい、じゃあシャワー浴びるよ。シャワーから出たら、私のナイトルーティーンがメナードのローションとミルクローションとクリームをつけること。仕事はそろそろ終わるの？いや、あと15分後にミーティングがある。はいはい、私はネットフリックスを見て。あ、もうミーティングするよ今から。今からミーティングするよ。あ、お疲れ様です。よし、終わった。終わりましたよ、仕事終了。はい、ここからは筋トレタイムです。ということで、いつも YouTube で筋トレのメニューを再生しながらここで筋トレをやって準備運動してから始まります。次のメニュー行きます。終わった。ダンベル終了。懸垂マシンです。もっと応援しないと。頑張れ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 。興味ない。はい、そうそうそう。はあ、カモン。レナがどれぐらいできるかやってみますか。皆さんも見てみたいんじゃないですか。そう、そこに乗って、はい、ぶら下がっていくからね。で、上に持ち上げる。ボディ。おい、真剣にやらんかい。うわぁ、もう、うまい。ちょっと、ちょっと、あ、痛い。痛い。何が、
違う。皆さん、どれだけレナ社長が運動不足か分かりましたか。で、俺が持ってあげるわ。ちょっと上、後ろこうやってぶら下がって、いくよ。いや、無理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 。こんな感じ。無理無理無理。じゃあ一回自分の力で思いっきりやってみて。もう今までのフルパワーを。いや、本当に本気でやったよ。どうぞ。うん。すごっ。じゃあプッシュアップならできるかもしれないということで。ないの？やってみましょうか。下げることはできるよ。はい、どうぞ。1、上がれ。おい、上がらんかい。何をペタンってな。いくぞ、上げるぞ、せーの。はい、そうそうそう、上がった。おい、気がついとるやないかい。膝つきながらはできる。はい、どうぞ。1、2。おい、マジやばいな。運動不足がやばいな。はい、おやすみ。トレーニング終わりのプロテイン。いつも飲んでるのはマイプロテイン。一回飲んでみて美味しいやつをもう一回頼んでるって感じ。なんかまずいやつもあるから、はい。何にハマってんの？あれ、シャーロック・ホームズのアメリカ版エレメンタリー。アマゾンプライム。皆さん知ってますか？エレメンタリーっていうアメリカ版のシャーロック・ホームズ、うん、明日からレナもトレーニング開始だね。ノノノ、シャワー浴びてこい。社長、タオルください。何？タオルください。タオル忘れました。毎回忘れるの？持ってきてくれないとべしょべしょのまま歩き回るよ。はい、見えるよ。隠して。さっぱりした歯磨いて、ドライヤーして寝るよ。終わった。寝るよ。一日まだ終わってないけどね。寝るよ。寝ちゃダメだよ、まだ。寝るよ。まだ YouTube の編集残ってるよ。寝るよ。私たちの歯ブラシはちなみにフィリップスソニーケア、めちゃめちゃいい歯ブラシだよ。で、最後は出ました、社長のサプリメントタイム。マグネシウムと、あとあのプロバイオティックの腸内環境を良くするやつ、全部でこれ、この7個。一気に飲むの？喉に詰まって死ぬよ。やば。おやすみ。まだ仕事残ってるよ、社長。じゃあ仕事してくださいよ、部下。寝とらんやないか。ああ、もうちょっと寝るっつって寝とらんやないかい。いや、寝てる寝てる。じゃあ、あっち来て、編集うん、寝てる編集まだあるよ。寝てる編集がまだ、わかる？寝てる、はい、おやすみ。まだ一日終わってないよ、布団もないよ。寝てる。はい、起きろ。寝ますか？寝ましょう。どういうこと？うん、離せ。寝る？まだ寝ないよ。まだ編集が残っておりますし。起きろ。2人でやったら半分の時間で終わるよ。はい、寝るよ。これをつけて寝るよ。これをまずつけるよ。ちなみに今回の動画は企業さんとのタイアップになっていて、こちらのね、商品を提供いただきました。はい、ニューピースメディカルシートというものです。家庭用医療機器になってて、不眠症の緩和効果があるこうスリープテックになってます。うん、2週間ぐらい使っててぐっすり寝てます。寝起きも抜群にいいです。もともと寝起き良かったけどね。いや、まあ私は何でも完璧だよ。いや、でもそれでもなんか本当にこうアラームが鳴る前にもう自然に起きてるみたいな感じ。めちゃめちゃいいよ。じゃあつけます。つけて
電位が書いてあるところに時間を設定します。6時間、7時間、8時間。ヒーターのファンクションもついてて、3段階の熱さで中に電気毛布みたいな機能がついてて、めっちゃ簡単だよね、うん、めっちゃシンプルにボタンが配置されてて、うん、電位を与えるのとヒーターとあとはナビゲーター、はい、あのナビゲーターがなんかスマートな機能で、寝るときにあったかいのがいい、寝たらその暑さを下げて、また起きる時間になったらまた暑くなるみたいな、機能がついてて、で私は寒がりだから、そのヒーター機能がついてるのがめっちゃありがたいです。はい、じゃあ寝ます。あ、ちなみに電位が体に与えられてるかどうかがこちらのタッチで確認できます。ここでタッチすると、あ、照明がつきます。そういうことです。だから一人用のシートになってて、寝るときに引いて、めちゃくちゃ簡単だよね。はい、寝心地もいいから、おやすみなさーい。完了、終了。よし、ここからはリラックスタイムということで、はい、ということで最後、寝る前にプロテイン飲みながら YouTube を見てちょっとリラックス。ラストリラックスタイムですよ。ちなみに YouTube はテレビに飛ばして、ここでリラックスしながらテレビで大画面で YouTube を見てます。この時間がね、幸せ。